こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこれね、調子に乗って編んでたらこんな長くなっちゃって、リストウォーマー穴なし、親指の穴なし、ちょっとこれ伸びてますけど、なんとなくの柄合わせをしようとすると、まあここで閉じると、ここから始まるんじゃないのかなというところで、ここで今閉じています。今日は、閉じるところともう一個作るので、作り目のところをやろうかなと思っています。で、まずね、昨日の靴下、はい、かかと、こういう感じになってますよ。でね、ちょっとアップで、特にね、大きな穴が開いているところはないと思われます。はい、ということで、まあまあの作品、ちょっとここなんかぽっこりしてる気がするんだけど、まあでも上出来じゃないでしょうか。あとはもう本当にこのね、左右非対称針に変えているので、どんどん編んでいくだけ。今9段目まで来ています。このあとどうしようか、どのくらいまでの長さにするかとかまだ決めてないので、ゴム編みにするかとかね。なのでちょっと、はい、今このくらいだよってところです。また動画で出るかもしれないですけど、とりあえず、はい、こんな感じで、はい、進んでいますよという報告でした。はい、で今日はこれですね。閉じ方としてはあれですあれですって、あの、イガヤ靴下の、同じやり方です。イガヤ靴なんだかイガヤ靴下は一目ゴム編みでしたけど、これはね、二目ゴム編みでもやり方としては同じです。同じ、この糸を引っ掛けてから編んで、その2本を右側2本を カメラの調整をしています。2本をなんていうの、かぶせるというか、というやり方は同じですね。おお、ちょっとダメだ、ちょっと今ねカメラ回す前にちゃんとやりなさいよって話なんですけど、カメラの位置を ちょっと時間かけてやったつもりだったんだけど、うまく、うまくできなかったんです。ここで、ちょっとこれでやってみよう。すいません、本当はね、これ撮影前にやらなくちゃいけないのに。
かけてから編んで、この右側2本を左側の編み目にかぶせる。私イガヤ靴下の時にはこの右側の糸を2本いっぺんに取ろうとして頑張ってたんだけど、まあ要は2本ともかぶさればいいので1本ずつこのね引っ掛けた糸と右側の編み目を1本ずつかぶせれば同じことじゃないかということに気がつきました。その方がね、目を落としたりということが起きにくいです。1本ずつ、まあ2本いっぺんにの方がね楽っちゃ楽かもしれないけど、まあそれ2本いっぺんにやろうとすると目を落としてしまうとかという確率がとても上がるんですよ。そうするとまたイラッとするからねだったらまあ一本ずつちまちまになっちゃうけど、その方がね確実にやる方が良さそうですよね。あ、それは好き好きですね。私はそっちの方がいいなと思ってそうしています。はい、一本ずつやっても失敗するすごい失敗する。なんかめっちゃカメラから外れちゃう。ちょっとねカメラを見る余裕がないこの編み目のところを見てないと目を外してしまうし、そんでこう見えにくいから手元をこう目の方に近づけてしまうと思いっきりカメラから外れてるし、とてもよろしくないですね、画像的にね。あ、コミーの日常という、何でしょうか私が編集でね、保存、パソコンに保存するとか、動画を作った動画をね、YouTube にアップロードするとか、そこの待ち時間中にこうパソコンの前で編み物をするとかっていうことがあるんですけど、そういうのをちょっと動画にしてだらだら喋ってる感じの動画をここのところ上げているんですけど、そこでねお見せしたというかな、言ったんですけどね、こう久しぶりに、うわ喋ってもダメなのか、久しぶりに、久しぶりにだって久しぶりにマニキュアを塗ってみました。マニキュアっていうこと言う、マニキュアっていう自体がもう古いのかな、なんか私はネイルっていうのはピンとこないんですよね。うん、だからマニキュアって言っちゃうんだけど、まあ今時の人はマニキュアって言わないのかしらねそんなことをちょっと思いました。そう、塗ってみたという、息苦しく感じてしまうから
あまりこう塗らないで生きてきたんですけど、やっぱりこう手元がね映る動画をね自分も見るときに、綺麗にしている人を見るとやっぱり綺麗だなって思って、いいなと思っていたんですよ。だから私もそう気になってはいたんです。まあただ塗ってみたところでね、手がシワシワなので、まあそのなんか逆にマニキュア塗った方が浮くんじゃないかみたいな気はしているんですけど、まあやってみました。とりあえずね、ちょっとこういう感じです。まあ親指ないけど、いつ使うのかわかんないけど、はい、とりあえず1個完成。まあ糸処理まだだけどね。ちょっと飲み物いっちゃおう。今日の蓋付きマグカップ、またカメラじゃない、マイクのコードが映ってる。あー、また沈んじゃってる。スプーン持ってこないとダメなんだな。粉末の甘酒です。前にも出たことありますね。ちょっと下に溜まっちゃってる。このなんか上がってくる味は、こんなんでも味は甘酒です。ちゃんとでも下の方に溜まってる。はい、そしたらもう一個目を作っていきます。私はね60目でやりました。あれですね、モグラグラブはあの後でこう縫い合わせるみたいな感じで62目って言ってましたね。でも私は輪にするので60目にして、表裏表裏になる感じね。はい、でこの作り目はね、伸びやすい、こう突っ張らないという、作り目です。これはとても重宝してよく何にでも使っちゃいます。突っ張るんですよね。どうしても作り目のところでね。そう、これにするだけでこう使う時のストレスが かなり減る。これ前に鹿の子編みのマフラーかなんかの時に多分この作り目を動画で上げてると思うんです。ちょっと喋ってたらできなかった。上げてると思うんですけど、もうそうマフラーだから関係ないと思うんだけど、やっぱり突っ張ってしまうんですよね。だからそう、私は何にでも使っちゃう。ちょっと細いし、あれかな。もしこれ、このやり方に興味がある方は、鹿の子編みの方を見てもらった方が、
分かりやすいかもしれませんね。ちょっとゆっくりやっているつもりだけど、分かりにくいかな。まあ、もしこれが気になる方はあの小編みのマフラーのところで見てみてください。はい、でちょっとここで言っておくとあれかな、ね、さっきも話をしましたが、コミーの日常というまあ私が動画を上げている時の、まあそれ以外でももしかしたらね、今後はこう日常の一コマみたいなところで喋れるかもしれないんですけど、まあ、そこでまあ本当にまあまあいつもと同じ、ちっちゃいいつもと同じなんだけど、もっとラフな感じ、私自身がね、やっぱこの動画を撮るとき、本日の手芸 を撮るときはやっぱり撮影するぞっていう、こうちょっと意気込みがあったり、意気込みっていうほど意気込みじゃないまあ飲み物用意したりとか、一応その撮影モード的な感じで気持ちテンションを上げてというか、そんなところで臨むんですけど、そのまあ、日常の方はもうそういうのもなく、すごく私的にはゆるい感じでやっています。でそこでね、何を喋るかっていう、もちろん自分が喋りたいことを喋っているんですけど、なんかこういうテーマみたいなのをこう投げかけていただけると、まあそれに関する話とかをこうタラタラと喋れるなみたいなことで、ちょっとそのテーマを募集してみようかなと思って、応募フォームというのを設置してみました。まあなので、なんかそんなテーマがあったら教えてください。で一応ね、その質問に答えるっていう感じではないです。私が答えを持ってるわけじゃないから、答えるというわけじゃないけど、こうラジオ的ですね、何々さんからいただいたこういうテーマで今日はお話ししますみたいな、そんな気取らないけど、そういう感じでやりたいなと思うので、もちろんいつものコメントいただいたりするお名前でもいいし、名前出すとちょっと嫌だわっていう内容だったら、ペンネームというかな、違う名前を名乗っても別にいいです。でもちろんね、ちょっとその話は私はできないとか、そういう内容だったら採用されないということももちろんあるので、まあそこら辺ははい、お楽しみにというか、はい、そんな感じです。なんかね、面白そうだなと思って、喋れないっていうのはもう、なんていうかな、私にそういう知識がない、知らないこととかだったり、逆に全く興味がないことだったりすると、ちょっとその話を膨らめられない何話していいか分かんなくなっちゃったら、ちょっと口も動かなくなっちゃうから、そういう意味で採用されないことがあるということなんですよね。うん、
まあ、なのでもし私が知らないことでも、例えばそれに興味を持ったとしたら、それを喋りたいために検索する可能性もあるんですよね。私の場合は気になったら何それってなって調べちゃったりするので、まあはい、まあ要はね、興味があるかないかということが一番大きい感じですかね。それがいい悪いじゃなくて、たまたま私の興味があったなかったっていうだけの話ですね。はい、そうだけの話です。はい、そんなことを始めました。よろしかったらどうぞそう、それはね、そうチャレンジしてみたくって、 iPhone だけで全部やったっていう動画なんです。ちょっと数えます。2、4、6、7、8、9、60。はい、もう数えないはい、そう iPhone で、あ、撮影はいつも iPhone でやってるんですけど、まあ編集してないですね。文字ついてないので、音楽つけるぐらいかな、をも、iPhone でして、 iPhone から、YouTube にアップロードするという、もうすべて iPhone でやるというやり方をこうチャレンジした感じです。うん、そしたらね、パソコンよりやっぱ時間かかって、すごく時間的にはね、ここ最近の動画よりも全然短いのに結構時間かかるんですよ。まあ Wi-Fi も関係してるのかもしれないけど、なんかこんなにかかるのかと思って、 4、3、12、14、これね、5本針でやるので4本にこう針を分けるんですけど、私は表表裏裏、表表裏裏って編んでいった時に、1本、この1本の針の中で裏裏で終わるようにしたいですよね。そうするとどの針も編み始めが表表から始まるので、ちょっとそこを統一させておくと、なんていうかな、間違いがないというか、いつもね同じように編めるから、そういう風に割り振ります。数で分けると多分表で終わる針と裏で終わる針と分かれると思うんですよね。60を4つに割った時にね、という言葉の説明でわかるかな、わかんないかもしれないね、うん、まあどの針も編み始めを同じにしたいという私の思いです。その方が楽、あまり考えないで編めるって感じかな。
10、11、12、13、14、15、16、そんでこっちがいくつだ ?2、4、6、8、12、14、OK。 最初のところだけちょっとやろうかな。そしたら終わりにしますね。このね、向きだけ合わせて、この編み目っていうかな、この結び目っぽいところが全部下に来るようにこう針を持って、ここから編み始める。1本で作り目するとちょっときついんだけど、でも緩まらないでいいっていうかな、こう私ゆるゆるになっちゃうのが嫌なので、後でこれ1目目編んだ時にこうしっかりこの糸玉側の糸を引っ張ってあげると、ここの隙間が開きにくいんですよね、この最後と最初の糸のこのつなぎ目がね。なのでここだけまずしっかり押さえ引っ張って、そんなギューってやらなくてもいいけど、ぴったりぐらいには押さえてあげる、引っ張ってあげると、そこに緩みが少ないと思います。ここもね、この辺最初のうちは少し引っ張り目で編んであげるといいと思います。で、裏裏、表表、こんな裏裏というふうに編んでいきます。はい、という感じで、またもう片方作ったらリストウォーマーが出来上がる、穴なしのね。ということで、今日はリストウォーマー、2目ゴム編みのリストウォーマー、片方完成、閉じるところと、もう片方の作り目のところをやりました。はい、インスタグラム、ツイッター、ブログも、やっています。よろしければフォローお願いします。説明欄にリンクが貼ってあります。あれ喉が貼ってありますので、はい、ご覧になってください。あと1月、来年の1月28日月曜日、オフ会、リアルオフ会を開催します。下の説明欄にリンクが貼ってあります。そちらに詳しく書いてありますけれども、まだまだ募集しています。ちょっと飲みます。はい、ごめんなさい。はい、まだまだ募集しています。よろしかったら、はい、お越しください。と、あとはコミーの日常ですね、それの私が話すテーマをもしよければ、お知らせいただけると嬉しいです。はい、ということで、はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。
バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。